石狩の新篠津村で今日犬ぞり大会が開かれていて、白銀の中、人と犬が一体となってレースを繰り広げています。犬たちが雪道を駆け抜けていきます。新篠津村で今日開かれているこの大会には、全道から24チーム、およそ35頭の犬が参加しています。レースはソリを引く犬の頭数や走る距離で3種類に分かれ、それぞれタイムで速さを競っています。いいコースで、この子たちも思ったより走ってくれてよかったです。楽しめました。大会を主催した日本犬ぞり連盟は、来年度以降は全国からも参加者を募って大会を開催したい考えです。